ということで、今日もありがとうストレッチ元気に始めてまいりましょう。ということで、私このありがとうストレッチ主催スーパーパントマイム伝道師シスターひろみこと細川ひろみです。よろしくお願いします。さあ、それではですね、ありがとうストレッチはですね、さあ、お子さん、皆様、お集まりでございますね。はい、ありがとうございます。ありがとうストレッチは、愛してる、大好き、ありがとうの言葉を使いながら、ストレッチを行う画期的な方法でございます。言霊パワーを使っております。私、シスターひろみが考案いたしました。この言葉、3つの言葉がですね、なんと素晴らしい効果をもたらします。この言葉、誰に言ってるかっていうと、自分に言ってるし、みんなにも言ってるし、世界中に言ってます。この言葉のパワーね、本当にすごいことになりますので、ぜひ使っていきましょう。よろしいですか？いいです！はい、ありがとうございます。さあ、ではここに置いておいて、まずはですね、ビフォーアフターのチェックでございます。いいですはいつでも言ってください。いいです、こちら。いいです！本当にいいですね。いろんなことがいいですよ、ということで。はい。さあ、このいいです。カードもここに置いてます。そして伸びしろたっぷりな自分をね、信じてまいりましょう。トラストマイセルフ。はい、ということで、よろしいですか。はい、ビフォーアフターで、ビフォーアフターをチェックします。はい、ハノさん、おはようございます。よろしくお願いします。では、ビフォーアフター、ビフォーをチェック、アフターをチェックすると違いがわかる。違いがわかると継続につながる。継続につながるとボディが変わる。人生が変わる。ということで、笑顔で行いましょう。笑顔で行うと呼吸ができます。呼吸が重要。呼吸で体を緩めていきますよ。はい、では、ビフォーチェックいたしましょう。今日のね、体調をぜひ今、長座姿勢とっていただいて、手を前にしたら、じゃあ、どうでしょう、この手の位置。あ、今日はシスター、ちょっと降りております。で、この手の位置がね、いろんな場所だと思いますけど、今の状態をチェックする。今がね、どの感じか。で、終わった後にまたチェックすると違いがわかります。はい、お膝のポジションどうでしょう。膝裏の感じ、この感じ。膝裏の隙間もチェックします。そして、ももの張り具合を左右も見てください。左右でね、右左にももの太さとか違ってまいりますので、あと、ご自分で、かかとからですね、もものお尻さんまでの、接地面の感じをちょっと覚えておいてください。これが接地面が広がる感じがしてくると思います。はい、ではですね、今日、最初にお伝えいたしますのは、この間ですね、ふくらはぎまで行ったので、一つだけ説明させていただきます。この、右の足を畳んで、右の結界さんを、結界さんをほぐすところまで行きました。で、今度、ももの内側さんを全体ほぐします。で、両方の手をグッとかけて、体重乗っけて、グイ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 。で、これ手だけを揺するんじゃなくて、もうボディごと揺すってください。ボディごと揺するとですね。で、肉ごと揺すってください。押し付ける手だけをこう、こするんじゃなくて、手を乗っけたら肉を、お肉様を揺すってください。ボディのお肉様をほぐしておりますからね、ここお肉様をほぐす。そしたらこの後はお膝をひっくり返しまして、ふくらはぎさんの外側をまたほぐします。これキュウリの塩みもみの外側さん、ちょっとね、手が遠いかと思いますけれども、ちょっと体重をかけてぐいぐいまんべんなくほぐす。はい、ではここまでちょっと途中出てきますのでね、意識してやってみてください。はい、今日皆様ご準備よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では前に出していただいて、今日もスルーッとね、この先は流して通していきますので、わかんないところはまた前のね、動画を見返していただいたりなんかして、確認していただければと思います。はい、それでは行ってみよう。おー、はい、左足さんの上に右足さんを乗っけます。足の指を横に開いて縦にほぐすところからいきます。愛してる、大好き、ありがとう、2回言って8カウント。たまにシスターがワンモアセットって言ったら2エイトやると思ってください。はい、では行きましょう。指を横に開いて縦から、はい、皆さんご一緒に声出して笑顔でいきますよ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でお隣の指、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう。声出して、ナイス。はい、では指をぐさっと刺して、足の甲を上側を持ったら足先をねじります。
つま先ねじ、せーの、愛してる大好きボディーごと、はい、愛してる大好き笑顔で、今度は土松の上を持ちま、あ、土松下側を押さえる感じ、せーの、愛してる大好き足先ねじ、愛してる大好きアーディガ、はい、今日はくるぶしをがっつり持って足振り、せーの、愛してる大好きアーディガタ、愛してる大好き上下、愛してる大好きアーディガタ、愛してる大好き足首回し、はい、ちょっと持ち上げてもいいです、せーの、愛してる大好きアーディガ、笑顔でね、愛してる大好き、反対ボディごとどうぞ、反対回し、愛してる大好き、肘も大きく、はい、愛してる大好きナイス、では手を離して足振り、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足だけ振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ではふくらはぎさんを、右のふくらはぎさんを置いて、左足は後ろ、ふくらはぎを上からほぐします、きゅうりの塩もみ、せーの、愛してる大好きありが、笑顔でね、愛してる大好きボディごと乗っけますよ、はい、きっかいさん、せーの、愛してる大、膝のちょっと上の、内側、愛してる大好きありが、はい、もも内側さん、今日やった愛してる大好きありがと、愛してる大好き、ではお膝さんをひっくり返します、で、きゅうりの塩もみ外側、せーの、愛してる大好き、今日ここやったとこですよ、愛してる大好きナイス、はい、ではこのお膝さんを立てます、で、左足さんは下、右足さん立てて、ふくらぎ裏側さん、せーの、愛してる大好きありがとう、親指で押してます、愛してる大好きありがとう、膝下をゴリゴリします、グーで押して、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、膝の上をやってます、ありがとう、お皿回りグイグイ、愛してる大好きありがとう、人差し指のとんがったところでありがとう、はい、お膝を伸ばします、ももの上パーでもいいし肘でもいいです、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きまんべんなくありがとう、はい、お膝つま先内側もも外どうぞ、せーの、愛してる大好き、ここを念入りに、はい、愛してる大好きワンモンセット、はい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね、はい、ではこのもも横に反対側左足下のくるぶしを置きます、くるぶしでしごきます、くるぶししごき、つま先お膝内側、せーの、愛してる大好き盛大に、愛してる大好き笑顔でワンモンセット、愛してる大好きありがとう、声出してありがとう、ナイス、はい、ではその足さんも右後ろに畳みます、左足さんが前、右足さんが後ろ、右の腰骨をグッと落としたところをグイグイ、もも横グイグイ、せーの、愛してる大好き、これボディごとどうぞ、はい、愛してる大好きワンモンセット、はい、愛してる大好き、これ体重かけてボディごと揺すります、大好きナイス、はい、では背筋を伸ばして骨盤転がし、左のお膝の外に左手、右手をお尻っぺた、骨盤を前と後ろ大きく転がします、後ろからいきましょう、せーの、愛してる大好きありがとう、盛大に愛してる大好きワンモンセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、はい、背筋を伸ばして左手さんを左の腰の横、右手さんを右の骨盤がっつり掴んで腰と肘と肩を回します、骨盤ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモンセット、愛してる大好きありがとう、盛大に愛してる大好き笑顔でね、ナイス、いいです、はい、ではここでいいですマークお願いします、マークポーズ、これね、片足さん終了でございます。右足さん終了。チェックします。両足を伸ばします。あっという間でしょ？はい、右手さん。はい、つま先さんの方に来ます。はい、そうすると今ね、シスターの手は、指先さんがかかとの方に来ております。さっきはね、土踏まずさんあたりでした。背中がだいぶ落ちましたよ。はい、膝裏の隙間はどうですか？皆さんの顔。
はい、右膝さんが落ちた感じで、右ももさんが広がった感じがいたします。左足さんの、右足さんの裏側の接地面がね、こうちょっと落ちて広がった感じがすると思います。どうでしょう。はい、ではちょっと休憩、水分取ります。どうぞ。ご自分のボディの変化があったらね、コメント欄にお書きいただいてもいいです。よろしくお願いします。休憩タイムでは水分を取ってください。水分を取るとね、デトックスにつながります。はい、どうぞ。水分いつも取らないとですね、ストレッチ後にデトックスをよろしくないものが流れておでになりますので、それを躊躇せずにお出しになってください。しかるべきところに行ってお出しになってください。はい、ではですね、さあボディの変化いかがでしょうか。あっという間にね、片足5分ぐらいで終わっておりますよ。5分ね。はい、では左足さんよろしいですかね。もうほんと、この伸びしろたっぷり、伸びしろたっぷりなご気分をお忘れにならない。ご自分で硬いとか言わないね。硬いって言っちゃうとボディ、脳みそさんがそれに反応して硬いボディをね作っちゃうんですよ。伸びしろたっぷりって言うと脳みそさんが、あ、伸びしろたっぷりだなって思ってください。言葉ってね、自分の脳みそさんに言ってるんですよ。で、脳みそさんそれにね、すごい素直なんですよ、言葉に対して。ですから言葉をね、ちゃんと選んでいかないといけない、気をつけないといけない。はい、ということで、なのでシスターはいいです、いいですってばっかり言ってます。いいです、いいですって言ってるとね、いろんなことがいい感じになってくるんですよ、どんどん。これもうね、私いいですができたの1年前なんですよ。2月ぐらい、去年2月ぐらいね。そこからいいことだらけでございますよ。はい、さあということで、いいです、左足さん行きましょう。あっという間に伸びますね、ハンナさんね。はい、では左足さん行きましょう。ちょっとチェックタイム、左足さんどうぞ。左足さん、あれ、これ左足ね、ちょっと右足さんやってると左足さんもちょっとね行きやすくなっております。はい、右足さんはさらに行ってます。はい、では左足さん行ってみよう。お、右足さんの上に左足を乗っけます。足先、指先からぐいぐい行きます。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でお隣、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣どうぞ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣どうぞ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、どうぞどうぞって、はい、指先ぐさっと刺します。足の甲を上から持ちます。足先をつま先ねじり、せーの、愛してる大好き、ボディごとやってください。愛してる大好き、では土踏まずの上が下側を持って、つま足先ねじり、せーの、愛してる大好き、ありが、笑顔でね、愛してる大好き、ナイス。はい、くるぶしを持ったら足振り、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、回します、足首回し、愛してる大好き、肘ボディごとありがとう。ワンモア、愛してる大好き、反対回し、はい、愛してるボディごとやってください。大好き、ありがとう。上半身もほぐしてます。大好き、ナイス。はい、では足首を持って足振り、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。足だけ振り、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。ではチャレンジコーナー、はい、背筋を伸ばしてボディを後ろ、足を上げます。両手両足振りね。はい、両手両足盛大に振って、ツイート、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモセット、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、最後貯金のポーズでキープ、貯金。シスターのボディもだいぶ戻ってきました。はい、続いてにイーデスポーズ、よいしょ、ここから。さあ、背筋を伸ばして腹筋使っております。どうですか。いいです。はい、ありがとうございます。はい、いつか、いつのタイミングからかイーデスポーズが増えておりますよ、これ。はい、では左足のふくらはぎをいきます。右足さん後ろ、体重をかけてふくらはぎをぐいぐいほぐします。キュウリの塩もみ、せーの、愛してる大好き、体重乗せてね、はい、愛してる大好き、自重ストレッチでございますよ。はい、結界さん、せーの、愛してる大好き、自
重ストレッチ、ご自分の体重の使いどころですよ。愛してる、大好き。はい、内ももさん、はい、愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね。はい、ふくら、お膝さんひっくり返します。はい、ふくらみ外側せーの、愛してる、大好き、ありがとう。これも体重かけていきます。愛してる、大好き。ナイス。はい、お膝さん立てます。ふくらはぎ裏側、親指さんで押してください。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね。膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き。グーでやってますよ。はい、愛してる、大好き。膝上ゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。お皿周りゴリゴリ、愛してる、大好き。お皿の周りをやっていきます。愛してる、大好き、ありがとう。お膝を伸ばして、もも上グイグイ、肘でも手でもいいです。せーの、愛してる、大好き。ほら、体重使ってます、ここで。愛してる、大好き、ありがとう。つま先、お膝、内側、もも外グイグイ、せーの、愛してる、大好き。ここちょっと痛いですよ。はい、愛してる、痛くて普通ですよ。ももセット、愛してる、大好き、念入りに、ありがとう。もも横さんは念入りに、ナイスです。はい、では右足さんのくるぶしさんを左足さんのもも横に置いてしごきます。はい、行きましょう。くるぶししごき、せーの、愛してる、大好き。盛大に、愛してる、大好き。ワンモアエイト、愛してる、大好き。ありがとう、愛してる、大好き。ナイス。はい、ではこの足を下ろして、右足、あ、ごめん、左足さん立てます。もも裏ぐゆ、ちょっとこれ忘れた、右足、せーの、愛してる、大好き。後でやりましょう。はい、愛してる、大好き。あ、内ももぐいぐい、愛してる、大好き。飛ばしました、ありがとう。愛してる、大好き。裏側どう、外側どうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。膝裏ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ナイス。膝下ブラブラ持ち上げてどうぞ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ちょっとずらして、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。ちょっとずらして、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ナイス。はい、すいません、じゃあ右足さんちょっとやります。もも裏ぐいぐい、せーの、もも裏ゆさゆさ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。はい、内ももゆさゆさ、愛してる、大好き、ありがとう。がっつり掴んで揺すっております。外側どうぞ。愛してる、大好き。もも外グイグイ、愛してる、大好き、ありがとう。膝裏グイグイ、膝の裏、愛してる、大好き、ありがとう。声出していきましょう。膝下ブラブラ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ちょっとずらして、愛してる、大好き。ちょっと下にずらす、愛してる、大好き。もう一回ずらします、愛してる、大好き、ありがとう。足先ブラブラ、ありがとう。はい、では左足さんを後ろ側に置いて、右足さんを置いてください。右足さんが前、左足さんが後ろ、左の腰横ですね。行きましょう。体重乗っけて、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ワンモアセット。はい、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね。はい、骨盤転がし、背筋を伸ばして、右手さん、右膝さんの横に右手、左手さん、お尻、お尻を後ろから、せーの、愛してる、大好き。骨盤転がしますよ。愛してる、大好き。盛大に、ももえと、愛してる、大好き、ありがとう。声出して、ありがとう。ナイス。背筋を伸ばして、右手さん右腰、左手さん腰、腰肘肩、背筋を伸ばして、骨盤ねじり、せーの、愛してる、大好き、盛大に、愛してる、大好き。ワンモアエイト、愛してる、大好き、盛大、笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。はい、では両足骨盤転がし、右足はここまでだったけど、左足が終了したら両足で骨盤転がしが入ります。背筋を伸ばしたら、マットを畳んだり、畳まなかったり、お尻さん、座骨さんを守ってください。はい、背筋を伸ばして、足は腰幅よりもちょっと外、まあ肩幅ぐらいね。で、背筋を伸ばしたら、
ももの裏をぐっと掴んでいただいていいので、骨盤をぐっと丸めるのと伸ばすのと。いきましょう。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。盛大にどうぞ。もも開いた。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。では、これが最後、クイックです。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンモアセット。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。いいです。はい、では、いいですのポーズがここで入ります。背筋を伸ばして、ボディを後ろ。はい、では、足をちょっと上げる。片足伸びた方がいいよね。はい、そして丸。いいです。はい、このような感じ。できてますでしょうか？いいです、ポーズ。はい、美しい。はい、このまま拍手。イエーイ。ありがとうございます。とってもいいです。はい、終了。ありがとうございます。今日も頑張りました。はい、では両足を伸ばしてチェックタイム。ビフォーアフターのチェック。はい、今やった左足さんの方ですね。左足さん、どうぞ。お、だいぶ伸びました。背中の位置が落ちました。右足さん、どうでしょう。はい、左のお膝さんの裏もちょっとチェックしてみましょう。膝の位置が落ちたと思います。ももの外のももの張り具合も、あ、いいですね。お、だいぶいいです。さあ、皆さんのボディいかがでしょうか。いい変化をね、書いていただければと思います。お、お、藤原さん、こんにちは、おはようさんいらっしゃい。一緒にね、シスターね、9時から毎朝やってますから、ありがとうストレッチ一緒にやりましょう。はい、花さん、ありがとうございます。あのね、シスターね、たまに順番間違えても、間違えるでしょ、間違えてもいいですあのね、いろいろね、間違えることとか普通でしょ普通っていうか、間違えるときは間違えますから、別に間違えてもいいんですよ。しかもね、これも知っといてください。失敗してもいいです。この2つ、失敗してもいいです、間違えてもいいです、何があってもいいです。これで覚えていただければと思いますそう言ってね、あの気分をね、あのへこんでも気分を切り替えていくっていうのが重要だね。はい、ではそうということで、私のキンキンの講演はこちら、ひろみの日の字いいですビデオ上映会ボリューム1、3月26日土曜日14時と18時、シスターが2年間パントマイムを学んだ時ですね、4年前ぐらいに学んだ時に、あのと卒業講演をして、そのいいです、ありがとうございます、そうですその学んだ時のビデオがねございまして、奇跡的に残っておりまして、その講演をビデオを上映しながら、シータがあのパントマイムをしているところをお見せする、そしてシータがトークするっていうことでやっております。皆さん、ご予約まだの方はね、ぜひいらしてください。あのご予約なさってください。 QR コードはこちらです。ね、あのちょっとね、今回はね、配信はございませんけれども、またの機会にいろいろ考えたいと思いますので、遠方の皆さんはね、またの機会を楽しみにしていただければと思います。はい、ということで藤原さんもね、今日はご一緒に、花さんもありがとうございました。はい、ではまた、明日同じ時間にあります。こっから木、水、木、金は3回でもねありますので、ぜひ、ご参加ください。ということで、今日も愛してる、大好き、ありがとうな一日をお過ごしください。はい、今日もご参加いただきありがとうございました。今日もとってもいいです。はい、ありがとうございます。ごきげんよう、ハバナイスデイ、チャオ、バイバイ。